見てこの美味しそうな霜降り肉。今ね、日本生まれの和牛が世界の人たちを魅了してるの。こちらは岐阜県飛騨高山市の焼肉店。お店の中を覗いてみると外国人観光客でいっぱい。お目当ては A5 ランクの特上飛騨牛。どう、美味しいですか？ボーナボーナボーナJapanese beef is number one。和牛を含めた牛肉全体で見ても2022年度の輸出総額は520億円。10年間でおよそ10倍とまさに爆上げしているの。そもそも日本人が広く牛肉を食べるようになったのは明治になってから。それまでは仏教の教えに基づき牛や鳥みたいな家畜を食べることは控えてきたんだけど、突如として政府は国民の皆さん肉を食べましょうって言い始めたんだ。その理由の一つが強い体づくり。富国強兵を目指す政府は西洋人の立派な体格に驚き、肉を食べれば同じようになれるんじゃないって考えたわけでね。肉食を推奨するとともに外国から多くの品種の牛を輸入。日本の在来種と掛け合わせた品種改良が進められたの。当時の肉用牛は農作業をしたり荷物を運んだりする貴重な労働力だったから、よく働いて肉付きもよく、なおかつ美味しい牛が求められたんだ。その結果外国種の長所を受け継いで体格は良くなったんだけど、気性が荒かったり全然働かなかったり、そして何より肉質が良くなかったり、いまいちな結果の方が目立っちゃって、外国種との交配で生まれた牛の評価はガタ落ち。そこで大正に入ると政府は品種改良のやり方を見直すことに。でもね、この時はもう深刻な事態になっていたんだ。何かっていうと、無計画な品種改良の結果、純粋な在来種を見つけることができなかったの。絶体絶命の大ピンチって思うじゃない？でもね、奇跡ってあるんですね。兵庫県の山奥にある集落に純血の在来種が4頭だけ生き残っていたの。そこは標高が 700m を超える場所で外国種の交配を免れることができたってわけ。その後さらに品種改良が重ねられて誕生した黒毛和種など4つの品種が和牛として定められたんだ。でね、明治から昭和にかけての和牛創世期ともいえるこの時代、歴史に名を刻む伝説の牛が存在したって知ってる？それがこの田尻号。兵庫県の山奥に奇跡的に残っていた4頭のうちの1頭の子孫で、人工授精がほとんどされなかった時代に1500頭近くの子孫を残したことから偉大なる和牛の父と呼ばれているんだ。10年ほど前の調査では全国の黒毛和牛を繁殖する母牛のうち、実に 99% が田尻号の子孫であることが証明されたの。つまり日本の黒毛和牛のほぼ全てが田尻号の子孫ってわけ。優れた繁殖力はもちろん、特筆すべきは子孫に伝える肉質の良さなんだって。和牛の最大の特徴、霜降りって環境と遺伝子の働きかけでできるって言われているんだけど、田尻号は山奥を歩き回っていたことで筋肉がしなやかに、そして寒さから身を守るために細かい脂肪が入り、結果として極上の肉質が生まれたと考えられているんだ。奇跡的に残っていた在来種が奇跡のような肉質で、それが今の和牛を作り上げたなんてもう驚きだよね。そして現在は地域ごとに飼育方法や品質基準を定めたブランド和牛も誕生。神戸牛や米沢牛とかって実は品種の名前じゃなくてブランドの名前なんだ。品種としては黒毛和種、ブランド名が神戸牛ってこと。その疑問を解くキーワードが脂肪融点、つまり肉の脂身がとろけ始める温度のこと。この脂肪融点が低ければ低いほど滑らかでとろけるような味わいになるって言われているんだ。一般的な外国産牛肉の脂肪融点は40度、国産の黒毛和牛は25度、神戸牛や米沢牛などのブランド和牛に至ってはなんと17度。和牛の脂肪融点は人の体温よりも低いから、口の中に入れたらすぐにとろけちゃうってわけ。最近の研究では肉の脂身にオレイン酸っていう成分が多く含まれると脂肪融点が低くなり、焼いた時に和牛独特の甘い香りを出すことも分かっているんだ。まさにいいことずくめに見える和牛なんだけど、実は国内ではちょっと厳しい状況になってるの。和牛を含む牛肉の消費が伸び悩んでいて、今年7月の1人当たりの消費量は 164g、 20年ほど前の4割も落ち込んでいるんだ。牛肉ってちょっと高いから、普段はどうしても豚肉や鶏肉を選んじゃうよね。だから輸出を頑張るしかないってことで、国も和牛を含む牛肉の輸出額を2030年までに現在の7倍、3600億円に伸ばす目標を立ててるの。長い時間をかけて品種改良し、世界の人々を魅了する極上の肉質を実現した日本の和牛。海外で活路を開くには課題も多いけど、これまで培った食文化も含めた魅力を伝え続けることが、知られざるメイドインジャパンの底力を示すことにつながるのかもしれないね。